はい、今からでも遅くないベースレッスン講師のおさわでございます。いつもお世話になっております。今日は説得力のあるソロを弾くために初心者が意識すべきことについてお話ししていきたいと思います。はい、ベーシスト作曲家の大沢敦典でございます。このチャンネルはエレキベース、ウッドベースを趣味で生涯学習的に楽しんでいきたい、プロレベルになりたいわけじゃないけど辛く苦しい練習をしたいわけじゃないんだけど上手くはなりたいよねという方が集うチャンネルとなっております。動画の内容的には初心者中級者に向けたお役立ち情報やそれっぽく聞こえさせるための方法なんていうのもですね上げていっていますので、よろしかったらチャンネル登録してみていただければ幸いでございます。また動画の内容についてリクエストも受け付けております。現在何件か、いただいておりますが、まだまだちょっと手をつけられていないものが多い現状ではございます。簡単に動画にできそうなものだったらすぐに動画にしていきたいと思ってますので、よかったらコメント欄とか、僕のホームページの方からお問い合わせっていうのがありますので、そちらに内容をぶち込んでいただいて送信ポチンとね押していただければ幸いでございます。また Facebook、Instagram、Twitter、Facebook、Instagram は放置気味ですが、ツイッターはわりかしやっておりますのでですね、そちら気軽にフォローしていただいて、ダイレクトメールなんかも場合によっては送っていただいても結構でございます。反応できるものには反応していきたいと思いますので、よろしかったらやってみてください。よろしくお願いします。今日の内容なんですけどもですね、今日時間ないんで、早口に拍車がかかっておりますけどもですね、ちょっと早く、こうやって喋っても早いなと思ったらですね、YouTube ってね、再生のね、速度変えられるんで、歯車マークがあるでしょ、右下にね。そちらポチッと押していただくとね、0.75% とか、じゃねえって言って、なんか、なんか変えられるんですよ。速度変えられるんで、ちょっと遅くしたりとかですね、していただければね、いいんですけどもですね、ちょっとね、僕ね、焦ってますね。あと10分ぐらいしか時間ないんで焦ってますけども。そう、最近ね、もうね、締め切りにね、追われちゃってですね、いろんなことをね、いろんな締め切りですよ。まあ僕の中の締め切りってのもあるんですけども、まあ相手がいる締め切りとかもあるんで、その辺もですね、ちょっと追われちゃってですね、動画をね、なかなか撮る時間がなくてですね、すいません。はい、怠っておりますがですね、年内チャンネル登録者1000人いけばいいなっていうぐらいな感じで考えておりますので、よろしかったら、よろしくお願いいたします。よろしく、チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、はい、今日はですね、今日の内容はですね、説得力のあるアドリブソロですね。まあソロに限らずアドリブもそうなんですけども、説得力のあるフレーズを弾くためには、まあ何に意識していったらいいのか、アドリブでね、という話なんですけども、エレキベース、ウッドベース、同じです。共通して言えます。あるいはピアノ、サックス、フルート、クラリネット、何でも同じです。音楽やるんだったら何でも同じなんですけども、そうだな、音域が変わるだけですね。まあ、サックスとかフルートとかピッコロとかね、音域が違うじゃないですか。まあ、ベースは音域下じゃないですか。まあ、音域が変わるだけの話で、意識すべき点っていうのは、大体同じなんです。これ、初心者がと言いました。初心者が意識すべきことって言いましたけど、初心者のうちに意識しておくことで、これからね、例えば難しいフレーズをね、自分の引き出しに入れるなんちゅう場合も、ちゃんとそこに意識しながら、弾いていくことができるということですね。これはね、初心者だけじゃなくて、中級者、上級者になっても、まあ、上級者の方は、まあ、それはね、もちろん意識してると思うんだけど、中級者の方も、これは必須だと思っていただければいいなというふうに思います。最近ね、まるっとベースラインとかね、なんかこれだけ覚えればセッション参加できるよみたいなね、こともなんか、そういう動画をね、メインで上げてたんですけども、まあ、それ一個ね、一個間違えると応用期間ということで、あとはね、ソロをね、2コラス、振られちゃったら、もう応用期間ということでですね、まあ、応用聞くように、そもそも論をですね、今日はお話ししていくという感じになりますので、よかったら最後までお付き合いいただければ、かなり、弾けるようになったという気持ちになれるかと思います。僕はですね、アクションものを見たとき、例えば、まあ、ブルース・リーの映画を見たときはですね、自分が強くなった気になるというふうな感じがしておりますのでですね、これを見ていただいた方、最後まで見ていただければですね、自分も弾けるような気になってくるというような内容になっておりますのでですね、満足感につながるかなと思いますので、最後まで見ていただければなと思います。バーってお話ししていきますけれども、ついてきてください。よろしくお願いいたします。
ウッドベースもエレキベースも同じって言ったんで、まあ、エレキベースでやっていきます。この楽器、このチャンネルであんまりお見かけしないかと思うんですけども、これ僕のメインの楽器です。レイクランドっていうアメリカのブランドなんですけども、あんまり知名度ないですかね。なんですけど、日本においては ESP が確か代理店とか組み上げとかやってるところなんですけども、まあ、これはミドルラインですね。ハイスペックじゃないや、なんつんだっけ。ハイマークじゃなくて、まあ、高いやつね、なんとかエンド、なんだっけ、忘れちゃった、ハイエンド、ね、一応ハイエンド系ベースになってるんですけども、このブランドの中では、まあ、ミドルクラスのものになっております。アメリカ本国で組み上げをするわけじゃなくて、日本で、アメリカ本国の部品を、持ってきて、日本で組み上げをするというだけでですね、かなり値段が下がるっていうものになっております。面白いですね。まあ、なんかコンテナとかにこうぶち込めないんでしょうね、多分ね。なんで、こう、パーツでこうぶち込んでね、ESP とかのクラフトマンが組み上げをするわけですよ。僕はそっちの方が、値段安いけどそっちの方がなんか信頼できるんでそっちを買いましたというものなんですけども、まあ、ね、値段は言いません。高いです。はい。でもね、フォデラとかに比べるとですね、みんなね、なんかジャズとかやってる人フォデラとか使うじゃないですか。フォデラなんかに比べると全然安いです。森田先生わかります？ベースのね、今日はっていうね、先生、はいどうもですっていうあの先生なんですけど、僕も好きでね、チャンネル見てるし、実際の僕の先輩なんで、ご存知ない方のためにですね、概要欄にリンク貼っておきますけども、森田先生のね、ベースっていうね、結構ジャズマンなんで、あの人、ジャズに特化した形のね、感じのやつですね。お話の仕方もね、話し家みたいですんごい面白いんですよね。結構見入っちゃうんですけど、結構ね、一本の動画30分くらいあるんですけど、まあ、ボリュームいっぱいなんですけども、でも見入っちゃうんですよ。うん、で、無駄な時間を使うと。無駄じゃないですけどね。時間もいっぱい、僕消費してしまうんですよ。先生の動画見てるとね、僕ね。だからね、移動中になかなか見るようにしていますけどもですね。そういう話じゃなくてですね、フォデラよりは安いという話ですね。じゃなくて、今日の内容はですね、まあ、セッションとか、ジャムとか、そういった場面でですね、コード進行がね、こういうコード進行で行こうぜとかっていう話になったりとか、まあ、あるいはジャズにおいてはこの曲やろうぜとか、かね、っていう感じになると思うんですけども、そのコードが、まあ、つきまとうわけですよね。で、コードを見て、それらを、まあ、分析をしてね、まあ、分析までいかなくても、なんか理解して、まあ、フレーズを弾いて、アドリブを弾いていくわけだと思うんですけども、そこは何を意識したらいいかっていうことなんですよ。ね。で、これ見てくださってる大半の方、まあ、結構多めの方が、まあ、ジャズが好きな方なので、ダイアトニックの知識ぐらいは、きっとある方がね、たくさんいると思うんですよ。なので、例えばですけどね、超簡単なコード進行で、こんな簡単なコード進行、C、F、G、C、はい、こんな進行があったとします。で、まあ、このチャンネル見てくださってる方はほとんどがおそらく C ヨニアン、F リディアン、G ミクソリディアンって意識すると思うんですね。で、それらを意識してじゃあ弾いていってみましょうってなるとこうなると思うんですよ。はい、こうなりませんか？わかります？スケール並べただけになっちゃうっていうパターンの方が初心者の中では多いと思うんですね。はい、僕らは一個一個こんなに、チャーチモードは意識してません。はい、意識してないです。結論から言うとチャーチモードを一つ一つ意識をする、そしてソロを弾くっていうのはあんまりやってないです。あんまりですよ。あんまりね。まあ、僕らがやってるのはですね、それ以上にですね、実は一つのことに、意識をしてやってるんです。もちろんチャーチモードは使います。音の選択肢として持っておくんですけども、ここの音は絶対使うみたいなのがあるんですが、はい、何でしょうか。はい、コードトーンです。はい、コードトーンなんです。このコード進行で言えば、CFGC なので
こうですね。これなんですけど、ここなんですよ。あのスケールをバーって当てはめていこうとすると、どうしてもスケールって上から下までこうラーってこう行きたくなっちゃうんですよね。なんかこれってちょっと滑稽というか違いますよね、これ歌っぽくないじゃないですか、ね、で自由に歌うためにですよ、ちょっと音数減らしましょうよってことなんです。スケールだと、まあ、7音ありますよね、全部でね。一つのスケールにつき、一つのチャーチモードにつき、一つのモードにつき7音あるんですけども、その中で最も重要なコードトーン3つに絞りましょう。トライアドね、3和音だったら3つ、4和音だったら4つなんですけど、これはまあポップスだと思ってください。効果的なまあ3和音に絞りますけど、はい、どうでしょうか。歌ですよね。めちゃめちゃこれこっちの方が歌心あると思うんですよね。はい、じゃあちょっとジャズっぽいのもいきましょうか。Dm7、G7 数、Cm7、あるいは C6 ですね。それでいってみます。はい、まあ、C6 っていうか、まあ、Am でもいいんですけど、最後は。まあ、こんな感じの、まあ、要するに251ですよね。キーが C の251なんですけど、この時に、まあ、ほとんどの人が意識するのは251フレーズをね、先人からパクってきた251フレーズを当てはめていくっていう。ことだと思うんです、ね。はい、これももちろんいいんです。もうこれさえできてればジャズは弾けるんですよ。ただこれずっと繰り返しじゃないですか、ね、これ、まあ2、5、1、6みたいな解釈ですけども、これずっと繰り返しだったらですよ、251は1個か2個知ってただけじゃずっと同じフレーズ弾くことになっちゃう。さっきもやったやんけって話になっちゃうじゃないですか、これね。ね。もうずっと同じじゃないかっていう話になっちゃうんで、これもね、うん、コードトーンだけを意識して若干リズム変えたりとか、3度から始めたり、5度から始めたり、あるいは時にはルートから始めたりして、落ち着かせたいなっていう時は、もうトニックのルートに、とかね。そういうのをね、意識するんです。やってみますね。とりあえず3度とルートだけにしてきますけど、間違った。Dマイナーだったら、ファーファレ。ね、C、C、ソー、ハイ、ミ、ミド。リズムを変えてみるとかね。今5度も使いましたけど。セブンスまで全部使いますね。全部のコードトーン使ってみますけど、コードトーンだけで、こんなにいけます、
ちょっと、余計な音使いましたけど、さっき外しフレーズを入れました。こんな感じになってるんですね。これをスケールをね、わら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 ってこう入れようとすると、だいたい変な感じになっちゃうんです。スケールを使うっていうのはフレーズを使うんですよ。スケールを用いたフレーズを弾くが正しいんで、スケールを弾くじゃないんですよね。でスケールを弾くのにね、スケールを用いたフレーズっていうのはコードトーンを主軸に考えているんです。先人たちのコピーをしててもですよ、さっきのこれね、これもですけど、最初の Dm の時にこれ和音なんですよ。 A ファーラードなんですよ。Dm7 の和音じゃないですか。でこれでスケールで降りてきて、最後 C メジャーの3度に落ち着いてるんですね。コードトーンが重要なんですね。ちょっともうワンパターンぐらい、時間やばい過ぎた今なんかワンパターンぐらいね、クリア。エモコードですね。最近あるエモコードC D E マイナーですね。はい、これいってみましょう。C D E マイナー。まあこれも同じですけど、例えば、こうやって弾ければいいですけど、まあ弾けないですよねっていうことです。まあこれは僕がまあネタがあったりとか頭の中で思った音をここで弾けるからできるわけで、なかなかそうはいかないと思うんです、最初はね。なのでコードトーンだけ意識してみましょうなんです。これもコードトーンです。全部コードトーン、ね、はい、になってるんですけども、まあ、コードトーンだけでこんなに弾けてしまうってことですね。まあ、逆に言うとコードトーン意識してないと何も弾けないってよ、弾けないんですよってことなんですよ、ね。音楽っていうのはね、まあ、現代の音楽ですよ。現代のこのバークリーメソッド、まあ、1920年ぐらいかな、できたのはね、まあここ100年ぐらいの音楽の理論とか、あとクラシックもそうです。クラシックの理論もそうなんですけども、クラシックではコードって、コードネームはないですけども、ハーモニーっていう理論はもちろんあるわけで、その中ではですね、コードトーンっていうのがやっぱり重要視されているんですよ。もちろんもうそうなんですよね。音楽の骨格を作っていくのはその、コードトーンになりますので、メロディーであってもアドリブソロであってもベースラインであってもですね、オブリーでも何でもですね、やっぱコードトーンを全て意識をしているということになっております。あえてコードトーンを外すっていう手法もあるんですけども、あえてコードトーンを外すんであれば、コードトーンを知ってないとあえて外すことはできないですね。甲子村健さんが言ってましたけど、あの人が言ったのは、普通を知らないと、普通じゃないことはできないという名言を残してました。まあちょっと言い回しは違うかもしれないですけども、まあ常人でなければ、非常識な人にはなれないということですね。まあ意識してですよね、意識して、もちろんビジネスとして、でエンターテインメントとしてでしょうけど、まあそれと同じことが言えるかと思うんです。なのでですね、まあこんな方がいたんですけども、時間だからやめりゃいいのにね。やめよう、やめよう。はい、ご理解いただけましたでしょうか。少しでもですね、ブルース・リーを見た後の僕のような気持ちになっていただければですね、僕は幸いに思うわけです。この、動画良かったと思ったらですね、高評価ですね、押していただければなと思います。またチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。失礼します。はい、バイバイ。